61歳で退職と、65歳以降で退職で、年金と失業保険を受給して、得なのはどっち？失業保険、雇用保険は20から65歳までが対象で、65歳以降は、加入できませんでした。しかし、平成29年から、65歳以降の、雇用保険と呼べる、高年齢求職者給付金の制度があります。高年齢求職者給付金とは、65歳未満の雇用保険加入者に支給される基本手当に代わる失業手当です。また、規定された受給要件を満たせば、年金との平給が可能であり、何度でも受け取れます。受給条件は、離職する以前に6ヶ月以上雇用保険に加入していること、心身ともに健康な状態で、いつでも再就職できること、求職の申し込みを行い、再就職の意欲があること、自己都合による失業の場合、失業給付を受けるには、離職前の2年間に通算12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。また、高年齢求職者給付金は一時金として一括支給されます。給付日数は雇用保険の加入期間によって異なります。高齢者求職者給付金の支給金額は基本手当日額の30日分または50日分となります。基本手当日額は現在受給している給与の5割から8割程度になるため、賃金日額に対して給付率をかけた金額が基本手当日額を算出します。一方、年金は65歳からの受給が基本ですが、申請すれば60歳からの受給も可能です。昨今は60歳以降も仕事をする人は珍しくありませんが、雇用保険と年金は同時に受給でない仕組みになっており、60歳以降の雇用保険受給の際は注意が必要です。失業保険とは、失業保険の正式名称は雇用保険です。雇用保険は働いていた職場を辞めた際、つまり失業した際に適用される保険のため、通称で失業保険とも呼ばれます。何らかの理由で職場を退職することになった時は、雇用保険が適用され、保険金という形で現金が給付されます。雇用保険は会社に勤めている間、給料から天引き、保険料は会社と折半される形で毎月保険料を支払っています。失業保険の適用条件は、失業した際に雇用保険を適用するには、最低でも半年以上、雇用保険に加入している必要があります。このため勤め始めてから半年以内で退職した場合、雇用保険は適用されません。雇用保険の給付が開始されるタイミングは、自己都合で退社した場合は、雇用保険の申請受理から3ヶ月後です。つまり離職から3ヶ月は、保険金がもらえません。会社都合で退社した場合は、雇用保険の申請受理から7日後に給付が開始されます。自己都合と会社都合では、給付開始日が約3ヶ月も違う点に注意しましょう。雇用保険は支払っている期間が長いほど、また年齢が高いほど、保険金の給付期間が長くなります。最短で90日間、最長で360日間。年金の基本的な仕組みについては、年金の受給は65歳からが原則ですが、希望者には60歳からの老齢基礎年金の繰り上げ支給、または70歳からの繰り下げ支給が適用されます。繰り上げ支給した場合は、受給額が少なくなり、逆に繰り下げ支給した場合は、受給額が上がります。繰り上げ支給で60歳からの支給を希望した場合は、65歳からの通常支給と比べて3割程度少なく、繰り下げ支給で70歳からの支給を希望した場合は、65歳からの通常支給と比べて4割程度多くなります。支給のタイミングによる受給額の増減は、平均寿命を基準に設定されており、仮に平均寿命程度まで生存すれば、
損得なしの計算になります。それでは、実際に61歳で退職した時のケースと、65歳以降で退職した時のケースを見ていきましょう。61歳で退職した時のケース。本来、65歳から支給となる年金ですが、申請すれば60歳から受給が可能です。繰り上げ支給は、仕事の有無に関係ないため、60歳以降、仕事をしながら、年金を受け取ることも可能であり、実際にその状態の人は多く存在します。60歳から年金を受け取っている人が、もしも仕事を退職した場合、雇用保険と年金を同時に受け取ることはできません。厳密には、雇用保険を受給している間は、年金の支給が全額停止になります。60歳から年金の繰り上げ支給を検討している場合は、この点に注意です。65歳以降で退職した時のケース。雇用保険は20から65歳までが、いわゆる通常の雇用保険による基本手当ですが、65歳以降は、高年齢求職者給付金になります。高年齢求職者給付金は65歳以上を対象にした雇用保険のようなもので、受給条件も雇用保険とほぼ同様です。雇用保険は、年齢や加入期間により、最短で90日間の支給、最長で360日間支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は、最長で50日分、最短は30日分です。どちらも一括で受け取ることができます。先ほどの解説で、年金と雇用保険は同時に受給できないと解説しましたが、65歳以降の高年齢求職者給付金の場合は、年金との同時受給が可能です。いかがだったでしょうか。高年齢求職者給付金は65歳以降の雇用保険にあたる存在なのですが、その内容は65歳未満の雇用保険と比べてかなり弱い存在です。しかし年金と同時に受給できる点を考えれば、雇用保険の受給で一時的に年金が停止するよりは、トータルの受給額が大きくなる可能性があります。65歳以降の高年齢求職者給付金年金と通常の雇用保険、年金は一時停止のどちらが得かを検討してみるといいでしょう。今回の動画は以上となります。このチャンネルでは老後の有益な情報を配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。